はい、こちら大杉運輸様の今回トラックの内装のご依頼で、今ねようやくちょっと仕上げのパーツが出来上がってきたので、取り付けに来てようやく完成ですね。今回大花束のグリーンっていう柄で、ね、お客様のご指定で、まあまあ綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。まあダッシュパッドも、これもねワンオフでもちろんオリジナルで作りました。よいしょ。でシートカバーも大花束、ここね棚、意外にね収納スペースは結構大きいんじゃないかな。でこの車を仕上げる一つのポイントが、ものすごく生地が硬いんですよ。で、その硬い生地をどうしても引っ張って貼ろうとすると、最初は貼れても、時間が経ってしまうと、浮いてきてしまうっていう、よくある、デコトラとか結構仕上げてる車見ると、まあまあいろんなところがね、浮いちゃってるんですけど、まあ浮かないようにもちろん、あそこの部分ね、わかるかな？縫い合わせで。はい。まあ、いろいろ、細かい、見えにくいですけど、柄的に。はい。いろいろ、まあ、ちょっと小細工して仕上げております。ようやく、納車です。で、このプラスチックの部分、これも全部細かいパーツとかみんなばらして、はい。色塗らさせてもらいました。いい色なんじゃないかな。ちょっとね、これは塗装屋さんがいろいろ考えてくれて、メタリックの感じで仕上げた。で、まあ、ツヤありよりはツヤ消し。でも、ツヤ消しだとまだ気がないんで、半ツヤで仕上げて、細かいところもね。で、まあ、外せないパーツ、こういう部分だったりとか、スピーカーとか、ああいうのも経年劣化でね、剥がれてくるとみっともないところは塗ってないです。ここは結構ね複雑でしたね。これ一個の大きい横長のパーツなんですけど、これもね全部複雑なちょっと縫い方して切り返して貼ってあります。でもちろん柄もね統一してあります。こういう生地の難しいところは、貼るよりも柄を合わせるっていうのがすごく難しくって、まあ結構苦労しましたね。で、これは、バイザー。はい。これね、手縫いで仕上げてあります。はい、これ、大型トラックのね、バイザー。もうちょっとで完成。あと、ここかな。ここで絞って。ね、はい、これはね、キャシーが、全部作りました。はい。まあ一応ちょっと今回は三菱さんの新車のね、すごいですよ。倉庫。新車倉庫になるのかな。ものすごいところで。ぎゅうぎゅう詰め。もうテトリス状態。こんな中で一応完成動画を撮ってます。はい。で今回大杉運輸様1号車なんですけど、これが、合計3台いただいております。で今回はこの大花束っていうこの柄で、次はネオプリンセスっていうブルー系の柄と、まあモケット生地だね、生地でファブリックでちょっとビスケットを作ってほしいとの依頼なので、まあちょっとローライダー風というよりは、ちょっとかなりカスタムチックに2号車は仕上げます。で、3号車は、赤というかワインレッドのレザーがご希望ということで、はい、これもちょっと結構どういう形になるのか、ちょっとやりながらじゃないとわかんないですけど、はい、仕上げていくつもりです。はい、じゃあ1号車は一応納車完成です。はい、ご依頼ありがとうございました。